受けた会社は全て不合格になってしまいました。自分でどうやってするんすかみたいな。なんか笑ってこらえてみたいなノリやな。お子さん欲しいなとか思ったときなかったんですか。はい、どうもこんにちは、クリスです。渋谷です。お願いします。我々大変身チャンネルはですね、美容師として元日本一である渋谷と、パスタとして元ナンバーワンであるクリスが車一台乗って全国を回り、日本中の男性を無償でかっこよく大変身させていただくという企画をやっております。僕たちはこの旅企画で登録者数50万人を目指しております。もしこの動画が良かったなと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。ということで今回三重県編ですね。はい、三重県か。はい、東海地区に入りました。一応東海地区ってことでいいんですね。三重半分関西で半分東海って感じですよ。また嘘ですか。いや嘘っていうか、まあ厳密には東海やけど、県民の方は半分の人関西や思ってるっていう話です。もうこの話もいいよもうマジで。いやすいません、いつも僕らこの話の下りでちょっと喧嘩になるんですよ。まああるでしょ、決まりがどっちかっていう、あるでしょっていう話をしてるんですよ僕は。はい、掘ろうとしてるトークテーマは謎。まあそんなこんなで今回三重県でね、また撮影させていただくんですけれども、今回はまた我々の方にご依頼いただいてますので、はい、その依頼主さんに対して深く説明させてもらえたらと思います。ありがとうございます。まあ毎度言ってますけど、あのインスタグラムとかツイッターでモデル募集みたいなのかけるタイミングがあるんで、もし大変身したいっていう方は連絡いただければ幸いでございます。お願いします。じゃあご依頼文読ませていただきます。はい、三重県四日市市にお住まいの安倍様、19歳からのご依頼です。夜分遅くに失礼いたします。大変身チャンネル様の素晴らしい活動をいつも拝見しております。三重県でのモデル募集の件についてご連絡させていただきました。私は体は女性として生まれましたが、心の性と体の性が一致しないトランスジェンダーの19歳です。この奇妙な体の性で就職活動に支障が出てしまい、受けた会社は全て不合格になってしまいました。家庭は決して裕福とは言えず、共働きの両親と障害を抱える弟、将来に夢を抱く妹を支えるために雀の涙ほどでありますがバイトをしています。友人の大学入学の報告を聞くたびにもどかしい気持ちが湧いてしまいます。そんな私をお二人の力の後押しで変えたいと思い、ご連絡させていただきました。実際話を聞いていただくだけでも心が軽くなると思います。どうかご検討よろしくお願いいたします、というご依頼ですね。なるほど。このメッセージを読む感じ、すごい勇気持って連絡してくれたと思うんで、まあ、トランスジェンダーの方ちょいちょいご連絡いただくんですけど、うん、まあ、なんかジャスティンさんで出ていただいたのがめちゃくちゃ大きいんだと思うよね。確かにね、僕たちのチャンネルに2回も出演していただいてますし、僕たちの動画でトランスジェンダーをカミングアウトしたっていう、すごくいろんな方に勇気を与えたんだなって思いますよね。まあそれはあるだろうね。まあでもあれだね、トランスジェンダーが原因で会社落とされるってまあしんどいな。えぐいよな、まだそんな次元なんだね。まあまあ実際本人様の話も聞きながら、心のわだかまりとか払拭解消できるように、本日も匠よろしくお願いします。はい、ということで今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます、ご連絡いただきまして。でちょっと軽く自己紹介いただいていいですか。阿部と言います、今年19歳です。今はなんかバイトされてるみたいな感じなんですか。はい、そうですね、フリーターっていう感じです。はい、安倍さんすげえ頭爆発しちゃいますね。そうですね、寝て起きてこのままって感じです。ああいいですね。まず第一にトランスジェンダーっていうのもあると思うんですけど、はい、いろいろね悩まれてる中今回出てくださってありがとうございます。いい、ありがとうございます。じゃあいつも通り服買って、髪の毛切るところが美容室ご連絡いただいてたんですけど、ね、タイミングが合わなかったんで、ちょっと今どうしようかなって感じではあるんですけど、ね、ちょっと後で決めますと。はい、すいません。はい、はい、じゃあすみません、本日も匠よろしくお願いします。お疲れ様です。いい感じでしたね。そうですね、最近は全然私服着る機会なくて、今回渋谷さんに服選んでいただいて、自分の感性が大変身してるんで。おなんかずっとしっかりしてるな。しっかりしてる。まあでも阿部さん本人がね満足していただけてたらすごく嬉しいですし、はい、楽しみです。まあ、まだ決まってないですけど、次カットの方行きましょうか。なんか桜あるとことかないのか。あ、そうやな、桜あるところでやろう。 OK。今回ちょっとサロン借りれなかったですけど、逆に良かったね。めっちゃ綺麗。うん、めちゃめちゃいい感じや桜。じゃあ渋谷さん、今回桜の下でカットさせていただきましょう。おいっす。
さんどうですか、桜の木の下で髪の毛切られてますけれど。いや、人生初ですよ。ああ、そうですよね。僕も人生初ですよ。自然と声のトーンも落ち着いて、なんか天国かなって感じしますね。気持ちいいよな。風もなんかふんわりと仰いでくれて。まあでも改めてね、阿部さん今回連絡してくれて本当にありがたく思ってるんですけど、なんで我々のチャンネルに出たくなったかみたいなのを改めても聞いていいですか。以前から拝見させていただいてるんですけど、このチャンネル、自分が出たいなっていうのはなかったんですけど、ちょうど三重県に来てるっていうのをストーリーみたいな知りまして、埋もれるぐらいの勢いでこうしたらなんか通っちゃったみたいな。あ、なるほどですね。いやいや、ありがとうございます。いただいたメッセージには、本当やったら今高校卒業されて新社会人になる年だったのにもかかわらず、ご自身がトランスジェンダーっていうのが理由で会社いっぱい落とされてるみたいな。やったんですね。それってのはトランスジェンダーが原因だったりもするんですか。そうですね、そう言われました。気持ち的にそれちょっとしんどいですよね。そうですね、理解が広まってるって思ってたけど、全然寛容じゃないんだもん、社会って。改めてね、その辺も含めて阿部さんのお話を聞きたいんですけれども、もともと生まれた育ちはここ三重県なんですかね。生まれは埼玉で生まれたんですけど、すぐに三重県に来てずっとここって感じです。あ、そうなんですね。トランスジェンダーっておっしゃってますけど、もともと戸籍上は女性として生まれてっていうことですよね。はい、そうですね。正直生まれた瞬間は女の子としてずっと扱われるわけで。そうですね。ご自身の中で俺は男だなっていうふうに思ったタイミングがあったんですよ。小さく小さく感じていたのが、その中学2年生の時、学校にトランスジェンダーの講師の方が講演会をしに来てくださって、その時に自分もそうなんじゃないかなと思いました。うん、あ、そうやったんですね。家族とかには打ち上げたりどの段階でしたんですか。もともとお母さんには男の子な感じがしてたらしいですけど、髪の毛がすごい短かったりとか、スカート履かなくなったりだとか、多分みんな察してたと思います、家族みんな。へえ。カミングアウトして両親が反対してみたいなことはなかったんですか。なかったですね。なんとなく分かってたって言われてホッとしましたね。あ、そうやったんですね。まあであればなんかあれですかね、その僕らのチャンネルで過去のモデルさんで登場されたジャスティンさん、その方も同じ境遇でね、ジャスさんの回とか見てもなんかすごいこう思うところもあったんじゃないですか。そうですね、トランスジェンダーって一括りにしてもいろんな人いるんですよね。また自分とは違うたくましい人だなと思いましたね、ジャスティンさん。あー、ほんまですか。まあジャスティンさんもなかなか葛藤されてる日々の中を過ごしてたみたいですけどね。トランスジェンダーとしてっていうか、阿部さんはどんな感じで言われるんですか。なんだろう、トランスジェンダーっていう認識は周りのみんなしてないと思います。もともと女の子っぽくないっていうか、男にしか見えないってよく言われるんで、なんか元のと声も低いし、体毛も濃いし。地声何も別にホルモンとかやってないんですか。やってないです。へえ、あ、そうなんですね。高校はあの女の子でもズボンが履けるところだったんで、差別とか全然なくてみんな仲良しみたいな感じだったんで。あ、そうなんですね。男女で見てるっていうか、一、はい、人の阿部さんとして接してたって感じなんですね、みんな。そうですね。うん、まあ、なんかこれジャスティンさんにも同じ質問したんですけど、トランスジェンダーの方に対しては一般の人はどういう対応の仕方したらいいのかとか思うことってあったりされます。そうなんでしょうね。自分もトランスジェンダーですけど、トランスジェンダーの方見たりすると正直なところ動揺しますし、どういう対応していいのかなって自分でもわからないんですけど、まあ人間として女の子だからこういう扱いをするとか、男の子だからこういう扱いをするとかじゃなくて、人間に紳士的に向き合ってくれたら幸せな生き方ができるんじゃないかなと思います。一人の人間としてというか、まあ、阿部さんとただ接すればいいじゃないですかって感じですよ。もう変に気使われまくるのもキモいですもんね。そうですね。逆に俺らとか普通に興味持ったら聞いちゃうようなタイプなんで、めちゃくちゃガサツに思われるかもしれないですけど。あ、全然大丈夫です。めっちゃスカイさんの回とかで言われない、自分でどうやってするんすかみたいな質問よくできんなみたいなさ。いや、そうそう。脳性麻痺の方で首から下全部自由に使えない方やって、どうやってするんですかって言ったら、アンテンマ当てるっつってイエーイ言うとったから、汚いですねっていう話をしたんですよ。ちなみに阿部さんはなんか性処理ってどうするんですか。なんだろう、自分の穴には入れないですね。気持ち的には 100% 男だって感じなんですか。そんな感じですね。まあ、完全にマインド的に俺らと一緒なわけやん。その上で穴ついとってさ、うわだるってなるよね。
それもわかんないでしょ、安倍さんは別に。あ、そうか。会ってくれてもいいのになと。そうですよね。でもそれこそあれですよね、性転換。したらなんか一応こう、なんか疑似的なつけれたりするみたいな、はい、ジャスティンさんから聞いたんですけど、今後やりたいなとか別にないですか？つけたくはないですね。つけちゃったら気持ちいいのできなくなる。おお、すげえ。え、その辺聞いていいですか？気持ちいいのするって、先端部分になんか当てつけるんですか？いや、もう、普通に手作業ですよね。おお、なるほど、なるほど。それはあれですか？しっかり女の子のやられてる姿見てそういうのするんですか？そういうのも見ますし、いろんなの見ますよ。なんか AV 撮る前みたいな気持ちになってきた、これ。カメラが絶対入ってこんな、こんなんして立って。別に嫌だったら、あ、ちょっとそれ嫌なんでって全然言ってもらって大丈夫なんで。大丈夫です。いや、それにしてもね、高校卒業して就職を目指されたんですよね。進学したいなって。先生曰く、受けるときにこの人はこういうトランスジェンダーですけど大丈夫ですかみたいな確認をしたんですね、人に。で、それで落とすことはありませんって言われたんですけど、落とされちゃったっていう、それが一番ショックでした。性別関係ないやんって思うような職業なのに。そうですね。協調性とかなさそうに見えるんじゃないですか。まあでも実際ほんまに腹立たしいところでしんどいとこやと思うんですけど、こっから先どうしていこうかなみたいな正直あったりされるんですか？保育士とか特別支援教育とか、もっと接したいっていう思いがあったんで、できたら保育士免許とかを取るために頑張ったりとかしたらなと思うんですけど、まずそれに金を貯めることに変わりない。まあ今は頑張るしかないですね。こういうの、なんつったらいいの？これ頑張ろうと思って時間とお金めちゃめちゃ注げたのに、最終的にトランスジェンダーやったらダメですって言われかねないって思ったら、純粋にもうそれだけでしんどいようなっていうのがあるっすもんね。難しいな。それの解決策ってでも、社会全体が理解を広めるしかないですよ。多分若い人たちには理解広まってると思うんで、今の高齢者が突然引退して上の方に行かれて、うん、上の方に今の若い世代の方が高齢者になった時に、まあ、世界が変わっていればいいですねという話です。ああ、確かにね。それこそ安倍さんが普通に学校生活何も障壁がなく送れたわけですよね。まあそうですね、ないじゃなかったですね。ここばっかりはほんまに世間がゆっくり変わっていくのをなんかどっか期待しながらやっていくっていうところになってくるんでしょうね。だってですよ、安倍さんがマジで何も悪くねえの、正直。そうやろな。そう言ってくると助かりますね。安倍さんは多分勇気持って僕たちのチャンネルに応募してくださって、トランスジェンダーって公言した上でまあ動画出れるぐらい勇気ある方だと思うんですけど、多分こうひた隠して生きる方もたくさんいるわけじゃないですか。余計言えなくなっちゃいません？なんかそういうのってなんか隠していった方がなんか人生なんか楽なんだったら俺自分隠して生きていくぜみたいな人めちゃくちゃ出てきちゃうと思うんですけど、ね、うん、実際そう思ってました。周りにも普通にお坊の人って思われてるだろうし、言わなきゃ分かんないぐらいなら言わなくていいと思ってたんですけど、やっぱりなんか自分に暗示かけてる感じがしてちょっと気持ち悪いんですよね。なんか、うん、幸せに生活できてるはずなのになんかもやもやするみたいな。だったらいっそのことを全部吐き出して受け入れた方がいいのかなと。これ性格かどうか分かんないですけど、完全に性別男の安倍としての人間というよりかは、トランスジェンダーとして体は女やけど心が男で、これが安倍であるみたいな、なんかそっちの方がアイデンティティとしてありますよね。実際世の中のトランスジェンダーの人ってすごい不満だったりとか不安とかっていうのを持って生活されてると思うので、安倍さんしかりジャスティンさんもそうですけど、いろんなお話してくれてはんの、そういう人たちの勇気にもつながるやろうから、社会的に価値のあることされてるなぁと入れてくれる、そういう優しい姿勢があるから応募くださる方が多いです。あ、いえいえ、ありがとうございます先生。ジャスティンさん、それこそ多分出てくれてなかったら安倍さん応募してないかもしれないですよね。しないかもです。そういう意味では今度安倍さんみたいなトランスジェンダーの方がまた応募して来てくれるかもしれない。めちゃくちゃ嬉しい。まあまあ、たくみ、今回も桜の下で最後よろしくお願いします。今回もってなんだよ。いやいや、でも改めてほんまに安倍さん、今回はありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。
女を、まあ、恋人を募集中ですご自身より身長ちっちゃい方がいいかなみたいな。そうですね、人間はお願いします人間だよ。何を言ってるんですか人間はお願いします。すいませんお母さん、今ちょっとここで髪の毛切ったったんですけど、うん、ヘアアイロンめっちゃ使いたくて、お母さんもしご近所やったらなんか玄関かどっか外の、近所と違うの。あ、近所とちゃうんすか。そう、ぐるっと電気が使いたいってな。そう、コンセントちょっと一緒に使いたかったんですよ。いい、すいません、ありがとうございます。いい、すいません、ありがとうございます。ごめんなさい、お休みのところ、すいません、すいません、ちょっと5分10分だけ、はい、時間ください。ありがとうございます。すみません。そこ使ってください。ありがとうございます。なんか笑ってこらえてみたいなノリやな。あんまね、マジでどうしようかと思ってさ。やっぱアイロン使えるの全然違うらしいんでね。無理やりセットしてるんですぐ崩れちゃいますしね。うん、もともとは海の親父が違いますから、ね、育ての親父と。あ、そうなんですね。そうなんですよ。血繋がってないですけど親父ですね。桜忘れません。ハッピーかわいい。俺らじゃなくて桜忘れませんじゃんありがとうございます本当に。あと阿部さんメガネ似合いますね。うん、丸じゃないからね、しかもなんかな。ほんまや。十角形のメガネ見たことないわ。いやでもほんまにありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ぜひ、視聴者さんにコメントいただきたいですね。はい。そうですね。阿部さんに対して。彼女って言って。今めちゃめちゃサイコパス。インスタグラムね載させてもらってるんで、彼女大募集中ということで。はい。えい。はい、あざすあざす。あざす。うわ、なんか悪そうな顔してますね。ハウルの動く城は分かります？分かりますよ。あの、カルシファーって分かります？分かります、分かります。あれができるんです。じゃあ、ちょっとあの、もしかしたらインスタの DM に響くかもしれないんで。はい、でも。ぜひ。ちょっと、じゃあ、言います。はい。大変身チャンネル。ありがとうございました。お疲れ様です。おはようございます。はい、というところでお疲れでした。お疲れ様でした。はい。いやー、すげえいい撮影でしたね。お前、最後すげえふざけてましたけど。俺は個人的にめっちゃなんか仲良くなれる人やなって思った。ね。喋、うん、りながら無理するわけでもなく自然体でラフな感じで。気遣いできるの上にさ、相手に気を使わせないっていう気遣いになるから。あ、そう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 。それができる方だったね。あ、めっちゃわかるわ。まあでもご自身
身がめちゃくちゃなんか大変な思いいろいろしてきただろうから人に寄り添う力すごいんだろうね。まあ、ジャスティンさんの回を見て阿部さんは今回すごい勇気持って行動してくれたというか、数珠つなぎじゃないけど今回の撮影もまた誰かにとっていい影響になってもらえたらありがたいですねって感じですよ、うん、このまま名古屋に向かう感じか。そうですね、一旦このまま名古屋に向かってまた撮影頑張りましょう。はい、はい、まあ、本日の動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。我々は大変身チャンネルです。改めて自己紹介をしましょう。渋谷です。ありがとうございました。ダサい。